皆さんこんこにちはモレノです本日は85プラス5名パックを引いていきます。条件がね、85のチームなので、かなりお得なパックが出てきましたね。おそらくユーザー離れを防ぐための施策じゃないかなと思っています。まあ、ほぼウォークアウト確定で、で、今週に関しては、まあ、t ムモ m of t のロナウドもそうですし、UCL、エムバペ、あとは、えっ、ー、と、カンテの ワット・イフ、そしてラッシュフォードだったり、ま100万以上の選手が非常に多いので、まあ、すごくね、期待が持てるパックなのではないでしょうか。では早速ですが、まあサブ赤から引いていきます。まずね、まあ、歩かないとしたら85が5枚っていうことかだから、まあ歩きますよね。お願いします。あ、普通のノーマルだ。ベルギー、キーパー、クルトワだ。うわあ、まあこれはね、アタたチだけど、 多分ハズレなんでしょうね、このパック的には。まあ、ワット・イフの選手が来たりとか、特殊が来ないんで。おお、デレアリだ、でも。おでもノイアー来て、もうデレアリだ。このデレアリちょっと使ってみたいですね。能力結構強いんで。ただ、まあ、ノイヤー、クルトワで、そもそも、まあ、2人合わせて13万ぐらいするんじゃないですか。で えっと、このパック作成コストが大体16万ぐらいなんで、まあ、ほぼね、元は取れてると思います。確実に元は取れてるかなと思います。っていう感じですね。まあ、まあ、悪くもないけど、まあ、特段良かったわけではないですね。っていう感じで、2個目引いていきます。では、85プラス、本赤で引いていきます。いやー、頼むお願いあのー、What if 欲しい なんかね、金カードじゃない、あれが見たいね。演出が見たい。お願いします。お願いします。ダメだ。金だ。イギリス。ライトバック。トレント。ダメだ。全然ダメだね、これ。えー、うん、悪。なんか来い。なんか来い。なんかうおリバプールの二人。どんなルームは、デュプリケットだし。 うわあ、これが相当運悪いですね。僕は運悪かったです。まあでもまあ、トレード負荷で使ったと考えるとそこまで損はしないので、多分皆さ様で、ね、ぜひ引いてみた方がいいパックかなと思います。なかなかにお得なパックだと思いますので、ぜひ引いてみてください。もしなんか当たったら、ぜひコメントであのお知らせいただければ嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございます。質問コメントなどありましたらいつでもください。お待ちしております。ではまた。